ヨドヤ。淀屋,淀屋とは、江戸時代の大阪で繁栄を極めた豪商である。全国のベースオーバーの基準となる、米紙を設立し、大阪が天下の台所と呼ばれる商都へ発展することに大きく寄与した。米紙以外にも様々な事業を手掛け莫大な財産を築くが、その財力が武家社会にも影響することとなったことにより、幕府より結晶。 財産没収処分にされた。幕末になり倒幕運動に身を投じ、ほとんどの財産を自ら朝廷に献上して、幕を閉じた。ヨドヤを創業した岡本家によるものを前期、ヨドヤ、結処後に、牧田家により再興されたものを、後期、ヨドヤと呼ぶ。ヨドヤが開拓した中野島には、かつて上安町と上安浦町、現在の中野島四丁目から六丁目があった。 また現代も中野島に架かる淀屋橋や城安橋にその名を残している。淀屋の事業は米州を主とした多角的経営であった。初代の岡本三郎衛門城安は伏見城の造営や淀川の堤防改修において工事の再配を振り高い土木工事技術を発揮した。その後、大阪の十三人町、後の大川町、 現在の大阪市中央区北浜四丁目に移り、淀屋都市財資材を営んだ。1609年から1614年にかけて、中野島の開拓を行い、江戸時代から現代まで続く経済の拠点を作った。二代目の淀屋元島は、途絶えていた青物市を、元那元年、1616 16年に、京橋一丁目の淀屋,屋屋敷で再開した。寛永元年、 1624年には、天堀川、海遊堀川を開作し、海府堀川の屈折点に作った船着城、永代浜、現在の宇都部本町二丁目に、魚の干物を扱う雑魚橋を設立した。また、米価の安定のため米市を設立し、大阪三大市場と呼ばれた青物市、雑魚城市、米市を一手に握った。また輸入木トを扱うための糸ワップに、 大阪商人も加入できるように、長崎奉行と掛け合った。官営九年、六百三十二年に、ビトワップの加入が認められ海外貿易を始める。官営十五年、六百三十八年からは、加賀藩主、前田利しの移行により、加賀前の取扱いが本格化した。その大阪への輸送に際して、日本海から関門海峡と瀬戸内海を経由して、大阪に至る、 西回り航路を北風家の北風彦太郎と共に担い北前船の船便となった。江戸時代、米は経済の中心的な存在であった。年貢として納められた米は藩の蔵屋敷に蓄えられ、米問屋を介して現金化された。米は諸藩の財政の根幹をなし、米価の安定は経済の安定としても重要であった。しかし米の価格は、 中外人によって無秩序に決められ、価格は米の質や量などを正しく反映したものではなかった。そこでヨドヤは米の質、量、価格の混乱を収めるため、全国の米相場の基準となる米紙の設立を幕府に願い出て認められることとなった。ヨドヤは自身が開いた中野島に米紙を開き、また中野島に渡るためヨドヤ橋を慈悲で土佐堀川へかけた。 米市に集まる米を貯蔵するため、諸藩や米商人の米を貯蔵する倉屋敷が中野島には135棟も立ちんでいた。また1620年代、全国の米の収穫は約2700万国あり、自家消費や年貢で消費される分を除く約500万国が市場で取引されていた。その4割の約200万国が大阪で取引されていたと言われている。 米紙の取引は場所を取る米を直接扱わず、米の売買が成立した証拠として、手形を受け渡し、手形を受け取った者は、手形と米を交換するということが行われていた。それが次第に、現物取引でなく、手形の売買に発展することになった、毎切手の功も参照のこと。このヨドヤの米市で行われた、超曖昧取引は、世界の先物取引の金言とされている。 ヨドヤの米氏は二代目のことと三代目の火災、四代目の重東の時代に莫大な富をヨドヤにもたらした。伊原西閣は日本英代蔵の中でヨドヤの繁栄ぶりを記している。その後の米氏は元六十年、1697年に対岸に開拓された道島新地、現在の道島浜一丁目に設立された道島米市場に移された。 道島米市場では、現物米を扱う商米取引のみが行われ、現物米と交換するための米切手を売買することは禁じられていた。教法初年、1716年頃より始められた、超曖昧取引が、教法15年、1730年8月13日、幕府より公挙され世界初の、公設先物取引市場道島米相場会所となった。2年。 1705年、五代目の淀ド高等がが十二歳の時に幕府の命により決処処分となった。広島の通称である淀ド辰達五郎の決処処分として有名である。決処時に没収された財産は、金十二万両、銀十二万五千貫、小判に換算して、約二百十四万両、北浜の家屋一万坪と土地二万坪、その他材木、船舶、 多数の美術工芸品などという記録がある。また諸大名へ貸し付けていた金額は、銀一億間、膨大に膨れ上がった利子によるものであるが、現代の金額に換算して、およそ百兆円にも上った。結社の公式な理由は、町人の文言を超え、贅沢な生活が目に余るというものだった。しかし諸大名に対する莫大な金額の貸し付けが、本当の理由であろうとされている。 宝永五年、千七百八年、この淀屋の発展と凋落の天末が、近松門左衛門によって、浄瑠璃、淀五位出世、滝徳、淀ドゴ出世の滝登りに描かれた。鳥山赤縁の妖怪画集、百吉連れれ袋には、この淀屋、辰達五郎の逸話をもとにした、金五郎という妖怪が登場する。淀屋上安、淀屋上安、常、安永六三年。 1560年元下8年7月28日、1622年9月3日。二代こと党の父である。長子、洋式入禅衛門は、上安長家、斉藤長家の家祖。次子、実子、上雄五郎左衛門は、大川町屋の家祖となった。山城国岡本僧の武家の出身だったが、織田信長に打たれ、商人を目指すようになった。 名字を出身地の岡本、通称をサブロウエモン、なおサブロー後に前エモンとした。隠居士仏門に入ってからは、上安の号を名乗った。なお前期、淀屋の歴代当主も、サブロウエモンを名乗った。伏見城大手門の工事現場周辺に散在する巨石撤去を他の業者の維持、銃の価格で引き受け、掘った穴に滑り落として埋める。 という周囲の意表をつく方法で解決したことを、豊臣秀吉が目をつけたことが豪となる第一歩であった。上安受け地として、中野島の開拓を手掛け、大阪大学医学部跡地の旧町名である上安町、上安京に名を残している。大阪三里、北組、南組、天馬組の内北組の総都市寄りを担った。大阪の役においては、 徳川方を支持した。大阪冬の陣では、茶臼山と岡山の陣屋を徳川家康と徳川秀忠に提供し、徳川方の兵には食料も提供した。その功績が家康に認められ、褒美として山城国八万の三輪電寺三百国の土地を与えられ、苗字立て脇が許された。大阪夏の陣が終わった後には、戦の後始末を願いで、 亡くなった兵の供養と大量の武具を処分したことでも利益を得た。墓所は大阪の大仙寺、ら、ヨドヤことと、ヨドヤ、元島、こと、正天正四年、1576年官営二十年十二月五日、1644年一月十四日。弟、五郎ウ門の子、三大火災を養子とする。通称サブロウエモン、ナオ、ことと、ゴオ、 カーン、コアンとした。なお、二代、四代、五代の歴代当時もカーンを名乗ったので、二代を区別し、特に、玄関と呼ぶ。十三人町の町年寄りを務めた、墓所は、大阪の大仙寺、淀屋火災、慶長十一年、1 6百6年慶安元年七月十二日、1648年8月30日。淀屋こと島の弟、 五郎右衛門の子。母所は、大阪の大仙寺。淀屋重刀、淀屋重刀、重政寛永十一年、1634年、玄六10年、1697年。決処処分とされることを予想し、万刀であった、牧田二衛門に、のれんわけをした。淀屋広志刀、淀屋高刀、広政上京元年、1684年。 教法2年12月21日、1718年1月22日。元六十五年、1 7百2年に家督を継ぐ。法営2年、1 7百5年、淀谷や五郎の決処処分を受けたのは、その時期から広志等の時代であったと考えられている。墓所は、京都府や私の官の寺。戒名は、占領権馬無しなり観光寺。 牧田にえもん、ヨドヤ重党の下で番頭をしていたが、のれんは消した店を出身地の法規国久米軍倉吉に開き、ヨドヤ清兵衛を名乗った。以後、牧田家は八代目、孫三郎の没する1895年、明治28年まで続いた。牧田家の商業活動や格闘種の詳細に関しては、資料がほとんど残っていないため明らかでない。しかし、 鳥取藩や荒尾市、倉吉荒尾家から献金を求められるなど、明治時代まで多額の資産を有していたことが判明している。岡本家には以下の文家があった。大豆養長家は現在も続いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。